やめて、噛まないで。これできてる？こんばんは。え？ちょっと待って。こんばんは。ちょっと待ってね、猫が猫がめちゃめちゃ甘えてくる。あ、できてる？よかった。こんばんは。ちょっと待って、ちょっと待って、お願い。猫がマイクに。はじめまして、皆さん。はじめまして、団長です。え？見切れてる？どうしようかな。恥ずかしいけど、顔を出そうかな。よいしょ。よいしょ。よいしょ。あ、こっちじゃない。こっちじゃない。ちょっと待って。猫が。ちょっと待って。キーボード踏まないで。ちょっと待って。帰らんないから、ちょっと待って。猫が、よいしょ。よいしょ。あ、できた。こんばんは。はじめまして、皆さん。これ、こっちで見ればいいのかな？よいしょ、よいしょ。こんばんは。これで自分が見えない。え、待って、ちょっと待ってね。画面がね。あ、これでいけてるかな。あ、いっぱいの人が来てくれてありがとうございます。こんばんは。はじめまして、団長です。はは。あ、ここで視聴者数が見れる。わ。こんばんは、こんばんは、こんばんは。あの、さっきまでご飯作ってたからさ、何も心の準備ができてなくてね、ちょっとこんばんは、こんばんは。ちょっとね、猫がね、本当にね猫が本当に邪魔なんだ。ちょっとどいてくれないかな。画面が全然見えないんだよ。ちょっと本当にチャット画面がね、全然猫の尻尾で見えないんだね。えはいはい、園長はね、今ね、ご飯食べてるよ。今日はね、今日のメニューはね、アジの塩焼き、アジの塩焼きとお吸い物とサラダ。そっか、猫も参加したいのか。よいしょ。ちょっとこれはあれだね。今後猫に邪魔されないようにちょっと考えないといけないね。あ、よいしょ。
ゲテ者じゃない、ゲテ者じゃないよ。団長、団長じゃないから、園長はゲテ者食べない。あ、そうか、手から、この鮎の匂いがするのかな。だからこんなにくっついてくるのかな。あ、てか、あれだな。この画面じゃなくて、ちゃんとしたコメントが映る画面に変えよう。どれだっけ？これかな？これだ。あ、なんかすごい。コメントが一気に流れた。よいしょ。じゃあ皆さん改めまして、団長です。クジラカー動物園1本目の動画見てくれてありがとうございます。よいしょよいしょよいしょ。ちょっと待ってね、緊張しててね、緊張してるんだけど猫が離れてくれなくてね、ちょっとパニックなんだよ。こんなに緊張してんのに猫が全然離れてくれない。もうよいしょよいしょ。園長ね、よいしょ。園長今日本当はちょっとでも顔出せたらと思ってたんだけど、ちょっと園長のパソコンでうまく参加できないかもっていう感じで、だからとりあえず団長は一人で頑張ります。こんばんは。よいしょ。これってあれだっけ？ツイッターとかにさ、始まったよって言った方がいいんだっけ？そういうのやりたい。そういうのってどうしたらいいの？これかな？これかな？あ、ちょっと待って。これじゃない。こうか。こうか、こうか。どいてくれ。本当に、君がいると。キーボードが触れないんだよ。よいしょ、よいしょ。よいしょ、ちょっと待ってね。よいしょ。お知らせするから、ちょっと待って。よいしょ。あのさ、配信の始め方がわかんなくてさ、パニックになってたらさ、何？配信もう一個ぐらい作っちゃって。別枠を作っちゃったんだよね。難しいね。よいしょ。でもちゃんと覚えます。待って、本当に、キーボード、ね、猫。よいしょ。ちょっと待って。本当に、君がいろいろと邪魔をしてるんだよ。どいてよ。はい、おしまい。あ、おしまい。でも、やべ、なんか、つぶやいちゃった。あ、猫がつぶやいた。ちょっと待って。何、無言で URL 貼っただけになっちゃった。よいしょ。ちょっと待ってね。待ち直し。よいしょ。よいしょ。はい。OK。できた、できた。うん。みんな優しいね。ありがとう。ありがとう、ありがとう。よし。猫もご飯食べ始めたわ。あ、待って。猫がつぶやいた方消してないかもしれない。ちょっと待って。猫がつぶやいた方消してない。よいしょ。よいしょ。よいしょ。はぁ。いやー、やっと、ようやく、皆さんの前にこうやって顔を出すことができました。長かったね。去年の、何月だっけ？ 11 月とかだっけ？ 11 月とかからかな？準備期間が随分長かったんだけど。ようやくいろいろと準備が整って。動画も皆さん見てくれましたか？よいしょ。コメントがあるね。あれ、コメント消えた。コメント消えた。あ、これか？あ、あった。他のペット、多分私がね、
こうやって喋ってるとそのうちカワウソの鳴き声が聞こえてくるかもしれない。ね、本当にね、待ってくれてた人たちみんなありがとう。あ、見てくれた動画。そう、あれね、団長がね、あの初めて編集を頑張ってみたんだ。ありがとう。園長の声イケボだった。園長もね、あのいろいろと頑張って準備してくれて。家族紹介まだまだね。あ、なんか ピロリンってなった。あ、平気、今動いてる。あ、大丈夫だ。園長がね、あのん違う、家族がね、あのまだまだいろいろいっぱいいるんですけど、とりあえずまずね、あの代表メンバーみたいな。あ、ピヨピヨがちょっとずつ泣いてるから聞こえるかもしれない。あ、てか音量とか大丈夫ですか？音量平気？バランスとか全然そういうの聞いてなかった。大丈夫ならいいんだけど。園長ね、あの本当にさ、園長声さ、かっこいいのにさ、私も団長もいつもかっこいいよって言ってるんだけど、なんかね、ちゃうって言われる。音量バッチリ。あ、大丈夫、よかった。今日の配信は、その動画が、生き物たち、うちの仲間たちの紹介がメインだったので、今度は、団長自身の、こう、自己紹介的なことを改めて、やれたらいいなと思ってます。園長のは、ない。園長は、おいおい、自分でするかもしれないし、しないかもしれない。園長、ちょっと照れ屋さん。うん、園長、みんなちゃんと園長、かっこよかったよって、本人にも伝えてあげてください。よいしょ。なので、とりあえず、よいしょ。どれだっけ？これかな？これじゃない。こっちだ。えい。よいしょ。あ、なんかこれ団長の団長の上にコメントがある気がする。これどうしたらいいの？あ、園長はスプラトゥーンしてるって。あ、これか。あ、ここ、あ、オッケー。うん、みんな園長は園長のペースでなんかやってくれると思うから楽しみにしててください。また猫が来た。よいしょ。で、私の自己紹介を今日はさせてください。よいしょ。名前はみんなご存知、団長です。年齢は秘密。お誕生日は3月3日なんですけど、これ、本当はさ、デビューした後にさ、誕生日があればさ、みんなにお祝いしてもらえるじゃんって思ってたんだけどさ、間に合わなかった。スパナってどうやったらいいの？スパナってどうしたらいいんだ？え？これさ、このコメントになんかできるんだっけ？これだっけ？どれ？モデレーター？モデレーター？これか？あ、できたと思う。今、モデレーターにした。お、あ、ありがとう。説明してくれてありがとう。誕生日はね、終わっちゃったんだ。そうだね。来年みんなで、
お祝いできたら嬉しいな。そう、りょうさんと、あの、りょうつかんきちと、ハンターハンターのレオリオと同じ誕生日。園長つけられたかな、スパナ。大丈夫かな。うん。で、団長は、あの、このクジラ川動物園の、あの、一応飼育員1号っていう、あ、リリカちゃんもいる。リリカちゃん。よいしょ、ちょっと待ってね。リリカちゃんも、にもスパナつけたい。待って、コメント、ちょっと待って、押せない。あ、できた。よいしょ。つけられたかな。うん。なんだっけ。そう、私は、団長は、クジラ川動物園の飼育員1号っていう感じになっています。で、あのね、一応、団長以外にも飼育員はあと2人いるんですけど、まあ、それは、おいおい出るかもしれないし、出ないかもしれないし。ちなみに2号さんは可愛いお姉さんで、3号は団長の弟です。よいしょ、これが、よいしょ。あとはね、よいしょ、これさ、あ、これかな。はい、よいしょ。これ団長の好きなものをまとめてみた。見えるかな。あ、そうそうそう、弟。弟がね、あの、そう、あれ食べに、弟もたまに、駒、ちっちゃい駒に出てるか。でも2号さんはね、あれ食べには出てないな。弟はね、ランチョン家からね、歩いてね、1分ぐらいのところのマンションに住んでる。え？あ、そうか。ランチョンのこれ好きなもの。そう、チョコミント美味しいよね。まあ当たり前のように団長はお絵描き大好きなんだけど、あとはね、結構食べることが好きです。で、なんか甘酸っぱいフルーツとか、あと、うん、なんかムースケーキとか、そういうの好きで、でもそういうのよりも、何よりも、まあ、好きなのが、生き物の内臓です。結構、いろんな生き物の内臓をこれでも食べてきたと思うんですけど、まあ、結構ね、それぞれいろんな生き物によって内臓も味というか香りというか違ったりするし、こう血の味がね、好きなので、生肉好きなのも同じ理由だよね。血の味が好きなので、うん、今まで食べた中で一番美味しかった内臓系はなんだろうな。あの、シャチの脳髄？脳髄だっけ？美味しかったね。シャチ。まだ食べたことない部位。部位っていう意味ではないかもね。丸ごと食べちゃう生き物もいるしさ。
レバーうまいよね。今もうさ、生レバー食べれないけどさ、生レバーもすごい好きだった。結構私が、団長が食べてる、なんか団長っていうのになれないんだけど、団長が食べてる、あの、あれ肺？いや、肺じゃないよ。なんか脳の方、脳みその方も、のなんか、もう食べた。脳髄かなんかだったと思う。それも食べたよ。何だっけ、何に話してた？ダメだ、緊張してさ、ちょっと待って、水飲んでいいですか？で、緊張してさ、あの、飛ぶんだけど、いろいろと。ごめんね、グダグダしてて。シャチ。みんな、シャチとか食べない？でもほら、あの、クジラとかイルカとかだったら、割と、手に入るんじゃないかな。似てる味だと思う。うん。なんだっけ？あ、そう。あとは、好きなものは、ホラー映画とかもすごく好きです。怖いものとか、グロいものは結構好きなので、だから、なんか、あの、面白い、ね、ゲームとかあったら、なんか、ホラーゲー配信とか、男女はやってみたい。イルカも食べない。ね、でもね、そうだよね。イルカはさ、なんか食べる地域があるよね。ね。なんならクジラ、今日、園長食べてた。うん。沖縄でイルカ食べれるの？沖縄行ってみたいな。沖縄で結構いろいろさ、こっち、日本の、真ん中、本体なんて言うんだっけ、あそこでさ、食べれないものとか結構あるじゃん。だから、沖縄行って、なんか、こう、珍しいグルメを巡るやつやってみたいと思う。ホラーゲー配信やりたいし、あと、あれやりたいの。なんだっけ、同時視聴ってやつ、映画の同時視聴、ホラー映画の同時視聴とかやりたいなってちょっと思ってる。あ、本州か。そうそうそう、本州。それが分かんなかった。団長、そう、ちょっとね、地理が弱いんだよ。あ、ハブの血。え、そんなのやってんの？血飲んでみたい。血飲みたい。選ぶうなぎ。何それ？それ知らないな。食べてみたい。普通のうなぎと違うのかな？ヤギの睾丸は、ほら、あれ食べでも食べてる。結構いろんなところで睾丸は食べてる。あのね、チリはね、まだとか、あれじゃないかもしれない。ちょっとね、あ、でも、みんなさ、みんな、あ、なんか今、ペンギンが鳴いた。みんなでさ、団長のチリ力を上げてくれる、みんなでチリのお勉強する配信とかいいかもしれないね。うん、ゲテモのお食事配信いいよね。こう、料理して、食べるまでやりたい。それはね、ちょっとやってみたいな。テキーラに血を入れる。あ、なんか、なんだっけ、スッポンはワインだっけ？ワインで割るんだっけ？ね、血は、まだ、なんだ、ちゃんと血飲んだことないかもしれない。そういう意味では、まだ未経験なのは血かな。
血料理とか、血ドリンクとか。いいね。それ、やってみたい。あ、一緒に日本地図勉強する？あれかな？あの、桃鉄とかやればいいのかな？地理クイズ配信。あー、地理クイズやってみたいかもしれない。そういうのいいね。ホラーの前に、まず。それだったら、園長は団長よりも地理はわかるから、ね、一緒にやれたらいいな。うんうん。あと、なんかこれね、順番的にさ、なんでこの団長はこれを書いた時にさ、食べ物とさ、それ以外をさ、あの、別、なんだろう、まとめなかったのかな。順番にさ、話そうとするとすごいぐちゃぐちゃになるね。よいしょ。そう、あの、団長はめちゃめちゃ激辛なものとかも好きなので、なんかそういうのもね、一緒に、なんかみんなで食べる配信とかやりたいな。食べながら雑談やりたいな。激辛料理もめちゃめちゃいけます。それは思った。それな、本当にダメな団長だぜ。よいしょ。でもね、生き物好きでもね、世界地図わかんない。世界地図もっとわかんない。なんか今ペローンって言った。ペローンってやつ、これ入ってる？配信に。入ってたらごめん。ペヤングの辛いの？ペヤングの辛いのは全然食べれるけど、あれさ、なんか、ちょっと苦くない？団長ちょっとあれ苦い。九州の散財50回ぐらい行ったけど、未だに日本一つの島だと思って。いや、一つの島だと思ってないよ。だって北海道とさ、沖縄別じゃん。うん。さすがに私はそれぐらいはわかる。あ。待って、マジでこれ順番がバラバラだね。まあいいや。あとは、団長は歌うことも結構好きです。よく、あの、この、今いる動物たちのいるところで一緒に歌ってます。団長が、あの、ここでね、あの、歌歌ってると、すごい、あの、鶏が、あの、クジラ川動物園は、鶏が、あの、5羽いるんですけど、そいつらが、あの、一緒にすっごいけたたましく泣いてくる。ん？きゅ、ん？四国、ちょっと待って、あの、あれだわ、団長、ちょっと、地理のことは、ごめん、なんかすごい、ちょっとだけ、あの、ちょっと自慢げにわかるって言ったけど、ごめん、今それについて突っ込まれたら、ちょっと、あれかもしれない。ボロが、ボロボロ出るかもしれない。だからちょっと、あの、地理の話はまた、おいおいね。うちの実家消さないでください。ごめん。ごめんね。あのね、団長が仮に、あの、歌配信をした場合、あの、すっごい、あの、感想とかに鶏の鳴き声が入ると思うんだよね。だから、そうだね、合唱配信になっちゃう。うん。あ、またペロンってなった。なんか大丈夫かなこれ。青森の位置岩手で書いてた。そうだっけ。あ、ん？ダメだ。あの、ちょっと
チリに関しては一旦置いとこう。うん。チリはね、ちょっとダメだわ。好きなものを話してたのにチリの話になっちゃった。よいしょ。でね、団長チョコミントもすごいすごい好きなんですけど、チョコミントは、あれだよね。割と、ずっと言い続けてるから、知ってる人もいるかもしれない。チョコミント味。てか、ミント味が好きなのかな。園長はチョコミントすっごい嫌いで、なんか、団長がチョコミントのアイスとか食べてる時に、すごい顔でこっちを見てくることがよくある。チョコミントおる？ね、チョコミント美味しいよね。ブレーメンの音楽隊。人間驚かせに行くか。そう、チョコミントのね、歯磨き粉、絶対誰か言うと思った。チョコミント美味しいよね。歯磨き粉じゃないよ。サーティワンのポッピングシャワー。あれ？あれってチョコミントなの？なんか、団長は個人的にチョコミントのチョコは、ミルクチョコとかビターチョコとかの、ちゃんとカカオが感じられるやつが好きですね。うん。食わず嫌いならさ、ちょっと食べてみようよ。サーティワンの美味しいよね。サーティワンの、なんか、普通のさ、チョコミントよりも、より、チョコミントが、なんかスーパーチョコミントみたいなやつあるじゃん？あれがね、すっごい好き。あれ美味しい。あれ、ずっと置いといてほしいな。ちゃんと、あれしたよ？サーティワンのさ、今さ、なんか、アイス総選挙みたいなやつやってるじゃん。ちゃんとね、チョコミントにね、投票したよ。そう、濃いめ、そう、チョコ濃いめ、ミント強めが好き。ああ、自販機のやつ懐かしいね。あれのチョコミントも美味しい。そう、スーパーチョコミント。あれで食べてみてほしいな。あれが、また出るかな？見かけたら食べてみて。よいしょ。そう。団長はチョコミントが好きという話でした。これで全部私、言った？うん。よいしょ。じゃあ次。嫌いなもののらめちゃ少ない。これ完全にさ、ここにさ、チリも入れとくべきだったよね。団長の嫌いなもの、勉強、納豆、ドリアン。お絵かき好きなのは書いたけど当たり前のことだった団長。うんうん。ドリアンは、団長が今連載している、頭の中の、あれが、あれよ？どっちだっけ？あれ食べっていう、漫画があるんですけど、それで、この前、初めて食べて、いやー、マジ死ぬかと思った。うん。臭いのが嫌い。なんかね、内臓とか、お魚とかの臭みみたいなのは全然いけるんだけど、あれを食べたいか。あ、海好き？あ、海好きだよ。海とか、南国好きだよ。うん。自分のね、タイトル。ダメなの。なんかね、口に出すと忘れちゃうんだよね、いつも。
で、まあそれでね、本当にドリアンは納豆よりも今のところ嫌いです。うん。納豆臭くない。納豆臭いよ。納豆やだ。臭い屋はね、ちゃんと食べたこと、売ってるところに出会ったことないから、まだ臭い屋も知らないかも。売ってんのかな？スーパーとかで。でもね、多分、臭い屋もダメな気がする、団長は。なんか、まあ、多分、臭いもの苦手なんだけど、特にドリアンは、なんか、納豆よりもさ、なんか、場所に残る。いや、発酵食品はめちゃめちゃ好きだよ。キムチ好きだし、キムチはね、焼肉屋さん行ったら絶対頼むぐらい好きだよ。からしいっぱい入れると臭くなくなるの？本当に？信用ならん。あれ食べ追っかけたいから、あ、誰かあれ食べのことを教えてあげてください。あれ食べのフルタイトルを。やだ、草屋は送らないでください。やめてください。多分ダメ。ブルーチーズ食べれるよ。チーズの臭みも平気なの。単純に納豆とかのああいうな、あの匂いがやだ。あれは臭いじゃん、だって。より臭いもの教えなくていいよ。本当、キムチも団長のこと好きでいてくれるかな。エチルからし油がからアンモニア臭に作用する。何の話？難しい話。後ろから鳴き声。今ね、鳴き声じゃないけど、すっごい横でね、うちの飛びネズミのジャンプさんがすごい床掘ってる。今日は園長は出ないんですか？園長出ないんですか？質の悪いうずらの、匂いわかるわ。確かにあの匂いは私も苦手だな。で、まあ、臭いものと勉強が嫌いです。お勉強は、まあ、地理もさっきの通り、あんな感じでダメダメなんだけど、数字も、とっても、苦手です。算数から、九九の次ぐらいから挫折しました。小学校の時、担任の先生が九九を全部覚えたら、表彰状みたいなやつを書いて、しかも、その先生はすごく絵が上手な先生だったから、表彰の周りのさ、縁とかも、なんか、先生がデザインして描いたすごい可愛い表情をみんなにくれてたの。で、一番最初に覚えた子は金ピカなの、その表情が。こう、キラキラのさ、ペンとか使ってカラフルに描かれてて、で、それが、こう、覚える順番が遅い人ほど色数とかが減ってどんどん地味になってくんだけど、団長は茶色一色だった。まあ茶色一色しか使われてない、茶色い色鉛筆しか使われてない。なんかすごい。すごい悲しい表情をもらったぐらい、算数もその頃から、小学校2年生から苦手です。なんか、
授業が始まると、算数の授業が始まると、なんかお腹痛いですって言って保健室に行っちゃうぐらいの子供でした。ほんとマジマジ茶色一色のあの表彰状、結構ショックで忘れらんない。でした。割とね、国語はね、あの作文とかは得意だったよ。でもね、うん、あの漢字を書いたりとかするのもちょっとダメです。なんかたまに団長のそのあれ食べとかで、あの原稿の書き文字、あれがさ間違ってることがあって、あの読んだ読者の人が教えてくれることがあるね。うん、担当さんとかが間違ってるよって。漢字もあんまり強くないです。こんな感じかな、団長の嫌いなものたち。よいしょ、次。あ、これ違う、これじゃない、こっち。あ、できた。はい、次。これは団長を作った、この団長を作った二人で、パパとママにあたる。ママは俺。今度漢字テストやりましょう。いいね。漢字をみんなでお勉強する。お勉強配信いいと思う。団長も教養を身につけたいからね。うん。よいしょ。はい。でね、これね。そう、この団長を作ったイラストを描いたのはママは俺。で、このこんなに可愛く動かしてくれたパパはチャンピです。チャンピです。チャンピパパです。見て、この可愛い、かわいいね。これね、一応ね、目もね、パッて見開くと、びっくり顔もできるよ。かわいいでしょ？これね、後でちゃんと見てもらおうかな。表情もね、いくつかあるんだ。あれ食べポチってくれた？あ、ありがとう。ありがとう。よいしょ。チャンピパパはすごいぞ。チャンピパパはね、マジで団長の理想通りに団長を動かしてくれた。感謝しかねえ。ありがとう。チャンピパパは、あの、今まで、あの、ライブ 2D の、あの、パパ業をやってたわけじゃなかったんだけど、今後始めるらしいので、この、ツイッターに飛んで、ぜひ、パパに、チャンピにパパになってほしい人は、連絡をするといいかもしれない。ふふふ。よいしょ。うん。よいしょ。あ、パパもいる。パパありがとう、本当に。こんなに可愛く団長を産んでくれてありがとう。あわわわ。あれ食べに出てきたイケメンジビエ料理人が気になる。あ、取材に行かせてもらったタデノハさんかな。タデノハさんはのお料理はめちゃめちゃ美味しかったので行ってみてほしいよ。もうパパはね、あの、ちゃんとしたパパ業は初なのかな、これが。
まさに1号うん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 って感じです。よいしょ。あとでちょっと表情をみんなに見てもらおうかな。団長の関係者、そう、あの団長自身がもうあの別にママ業をやってるんですけど、その我が子たちも来てくれてますね。こんなグダグダ配信にこれからもっとちゃんとこの段取りとかをもう覚えて、なんかつよつよ配信できるようになるからママ頑張るからよろしくねこてっちゃんはよいしょ、こてっちゃんはあれですね、あれ食べにレギュラー出演してくれてる珍獣屋の、あ、もう珍獣屋やめたんだっけさすらいの料理人さんですね。こてっちゃんも確かに YouTube やってるので、ちょっとコラボとかしてもらいたいな。うん、コラボ、こてっちゃんが団長のためにご飯作ってくれるコラボとか団長がただ嬉しいだけだけど。あ、ママ頑張ってって言ってくれてる、ありがとう。あ、待って、りっちゃんにもよいしょ、あれしたい、あのスパナーつける。あ、待って、消えた、あった、よいしょ、えい、スパナーつける、つけた。パパにもつけよう、パパ、よいしょ、はい、つけた。こてっちゃん出てるよ、あれ食べにこてっちゃんめっちゃ出てるよまだチェックしてない人はぜひチェックしてください、あれ食べうん、あれは本当にあれ食べの記憶だけで日本地図書かされた回は本当に記憶だけで書きました、全力で書きました、はいよいしょ、うん、な、よし、次だ、えい、あ、次はこれだ、ハッシュタグ、これが一応これ団長だけのタグになってるんだけど、一応これです、あります。配信タグは団長観察中、うん、ラーメン二郎亀戸店さんとのコラボ、どうやってコラボするんだろうテイクアウトしてくればいいのかな団長観察中が配信タグにしようかなと思ってます。うん、で、このファンアートのタグもなんかね、団長絵にしようとしたらもう使ってる人がいたから、団長の絵で、あのセンシティブなやつを描いてくれる人はこっちの金団長を使ってください。いや、団長自身がさ、エロ漫画家なのにさ、あの R18 タグないのおかしいかなと思って団長のセンシティブイラストを描く人がいるかどうかは分かんないんだけどさ、うん、念のため作っといた、配慮で、団長の配信タグはこれだけど、なんだろうな、クジラカ動物園全体のことつぶやいてくれるときはハッシュタグクジラカは動物園でいいのかなとも思う。うん、ハーマー後でつけます。あ、ありがとう、嬉しい、つ
つけてくれ。軽率に、軽率につけてくれ。配慮するよ。団長は配慮のできる、配慮のできる飼育員だからな。うん。ピアス？団長のピアス好き？園長は、園長は、園長はタグいらないらしいんですよ。なんか、そんなもの、俺にはいらんって言ってるから、あの、園長は、なんか、園長の絵描いたら、あの、園長に送りつけるといいと思います。園長の、あの、あれ、あのさ、なんか、ツイッターのタグ付けみたいのあるじゃん？アカウントの。あれで、あれでやってくれたらいいと思う。ピアス好き？あ、みんなピアス好き？いやー、わかる。団長もね、ピアスはね、軽率に開けるよ。うん。そう、園長はタグもファンマもないらしい。つまらん。絆創膏、絆創膏、絆創膏ってあれなのかな？ YouTube で嫌われてんの？でも一応映ってはいいのかな。うん。うん。あ、そう、メンション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 してあげてください。あとは、あの、園長についても、ハッシュタグ、クジラカー動物園つけてくれたら、団長も、エゴさしやすいから助かるな。うん。いやー、でも、メンションめちゃめちゃ嬉しいよ。団長も、団長の絵、団長の絵描いた時も気づいてなさそうだったら教えて。団長が、あの、なんか見逃してたりとかしたら教えて。うん。よいしょ、表示。このなんかさ、表示ってやつ何？このね、まあ、でもみんなに見えないからわかんないか。絆創膏。絆創膏はね、結構体のあちこちについてるんだけど、これはあれだよ。あの、動物たちによく引っかかれたりするから、怪我だよ。そう、ハッシュタグ、クジラ川動物園。これを、もう、この、ハッシュタグの団長のやつと一緒に、なんか、使ってくれたら嬉しいです。園長、園長スプラしとるやん、ずっと。もう、こんな感じです。よいしょ。あのね、本当に、あの、イラスト描いてくれたら団長はめちゃめちゃ嬉しいよ。あの、今までも、この、活動開始前だけど、描いてくれた人とか、ちらほらいて、ね、あの、非常に、非常に団長は嬉しかったんですけど、あの、もう、ちゃんとしっかり全部保存してありますので。ファンネーム？ファンネームって何？うん。ファンネーム？なんか、何、なんだろう。何々族みたいなやつ？イラスト描いてくれる。いや、本当嬉しいな。嬉しいな。待ってます。宝物にするね。いや、本当に本当にね、嬉しいよ、団長は。めちゃめちゃ宝物だよ。団長、あの、昔に、なんか、こう、同時に、あの、コミケとかさ、ああいうのでさ、あの、絵くれた人のやつとかも、ずっと撮ってあるよ。ファンネームは、やっぱり何々族みたいなやつだよね。リスナーの総称。ああ、なるほどね。
来園客なんかさ、なんかもっとあれだよね、あの多分さ、そのさパンネームはさ、こうみんなより距離を近くするために使ってると思うんだけどさ、来園客だとさ、なんか遠くない？お客さん、お客さん遠くない？グジラ族別になんかそんなに族って使わないのかな、なんかイメージだった。来園客、あでも来園客はみんな割とありなのかな団長族うんうん、年パス勢年パス勢いいねエサ団長のエサ、団長と仲間たちのエサみんな食べられに来てるの、みんな食べられたいの、団長、団長人の肉は興味があるよ園内スタッフ、団長自身がな、飼育スタッフだからな、飼育員ってそういうことでしょ、見習いスタッフ可愛いねクジラカワランド食べられたい、食べられたいか、そうかそうか、美味しく食べてあげるね餌代まあいいね、なんかあれかな、こうみんなでなんかいいの考えて、あの、マシュマロあるんだよね、団長一応マシュマロに送ってくれた中で多かったやつとかにしようかな人の肉病気になるらしいねあんまりあれかな、カニバリズムの話とかをここで語ったら怒られちゃうかな脳みそはな、食べちゃったらダメになっちゃうじゃん、人間は。あれでいいよ、指一本とか、手の指だとなくなると困るだろうから、足の指とかあ、なんかさ、新しくさ充電コード買ったのにさ、新しく買ったやつが最初から不良品だったからさ、触るとさペロンってなるんだけどまあいいや、うん、よいしょそう、あの手の指は大事だからね、なんかちょっとなくなっても支障がなさそうな、あのちょっと背中側のお肉ちょっととかあ、園長が来るって小指送ってくれる、誕生日に小指くれる、重てーいいね、その重たさ好きだよ、園長来るって言ってある、店長来んのかなこれで、ちょっとこれ画面戻そう、こっちに。よいしょ。お。うん。一応団長の説明したかった自己紹介は終わった。あ。スマホが温度上がりすぎて死んだ。スマホー。ちょっと待って、よいしょ、一旦消しとくわよいしょよいしょよいしょ、開いて、行って、うーん、園長来るかもしれない、でも今やってるスプラが終わったらって言ってるからな、スマホ行った。よいしょ。5分後ぐらいに来んのかな？
えーい。よいしょ。ちょっとね、復活するまでしばしお待ちを。よいしょ。スマホあっちいっちになった。なんかさ、ペットボトル今2リットルのやつ置いてるからさ。よいしょ。あ、あったね。金玉試食会。金玉は、ホタテみたいな、感じ。ホタテみたいな、食感。だよ。ちゃんと食べると。生でもホタテっぽいし、火通してもホタテっぽい。ごめん、ちょっと待って、顔、団長写し、あ、復活した。えい。これ、よいしょ。戻ってこれたかな。あ、動いたかな。動いた。オッケー。ほい。ちょっと待って。動いたと思ったが動いていない。ちょっと待って。もう一回。もう一回消える。えい。よいしょ。ちょっと待って。えい、えい。お。よいしょ。よいしょ。金玉。人間のじゃない。人間のは食べたことない。人間じゃない金玉ならいくつか食べたことある。よいしょ。でもね、どの金玉もね、よいしょ、戻ってきた。どの金玉も、よいしょ。あの、匂いとか味とか似てた、今のところ。うん。焼いても、あの、顔、いや、焼いたら抜けるよ。あの、カルキ臭、栗の花臭。栗の話を。あ、園長が来た。園長来たよ。園長スマホある？ない。スマホない。スマホ持ってきて。したら。え？いや、俺一言話しに来ただけだから。さっきさ、あのカニバリズムの話題がちょっと出たじゃんね。あれが、あの、昔、その、ゲテモノ料理を食べに行った時に、猿の話題になったんですよ。こんばんは。はい、こんばんは。で、あの、みんな、え、猿ってどんな味だろう？すごい気になる、みたいな話をしてたんですよ、純粋に。で、まあ、普通に猿ってどんな味だろうって気になるのはいいんだけど、みんなこう、ひとしきり気になるねって話をした後で、あの、一号が、だって猿って人の味に近いもんね、みたいなこと言い出したから、ちょっと感性がおかしい。おかしくないよ。いや、ない。ありえない。え？もうね、ちょっとね、園長マジでそれ聞いてドン引きして。え？おかしいかな？いや、ない。そんな理由ない。え？なんかジェネリック人間みたいな。いや、ありえないでしょ。ジェネリック人肉みたいな。いや、めちゃくちゃ怖かったよ。そげ、本気でゾッとしたもん。人の味に近いもんね。いや、怖い怖い。そんな発想はなかった。そうなんだ。以上です。では、ごゆっくり。え、もう帰るの？まだスプラトゥーンの途中。入っちゃった。店長帰っちゃった。なんか団長の非常識な話をして帰っちゃった。でもさ、え？猿のお肉食べたい理由ってそれじゃないのかな、みんな。違ったの？園長帰っちゃった。園長。
バイバイした。園長は、いや、あの、団長のね、あの、ポリシーとして、あの、園長に限らないんですけど、あの、やっぱりこう、大切にしていた家族である生き物がどう、ね、天寿を全うしちゃった時に、供養の一環として食べるのが、基本的な、こう、我が家にいる生き物を食べる理由なので、だからね、わざわざ食べるために、殺したりとか、そんなの人のすることじゃないよって男女は思います。猿ね、猿だから猿食べたかったんだけど、まだ食べてないんだよね。猿食べたいな。爆弾落として帰ってった。よいしょ。あ、ね、麦ちゃんが下にいた。麦ちゃん踏んじゃった。うん、供養の一環です。やだな、そんだけ最終回あれ食べ100巻ぐらい続かないと。猿わかってるよ。あの、クジラカー動物園のメンバーには、あの、ショウガラゴがいます。ショウガラゴ。中華料理で猿。でも、あれだな、猿出してるお店は、今のところ遭遇したことないな。あったら食べたいな、猿。そう、あの、ショウガラゴっていう、ちっちゃい、目が大きくてちっちゃい、猿はいます。ちょっとね、人間よりも、よりなんかこう、動物寄りというか、そんな感じの子ですね。可愛いけど。あの、クジラカー動物園に、あの、猿あんまいないのは、あの、猿は頭が良すぎて、あの、そう、ね、そう、園長が苦手なんですよ。ちょっと、頭良すぎて、怖いっていう。うん、そうだね。あの、日本にあんま入ってこないのもあるけども。うん。蝶ガラゴかわいいよね。うちの蝶ガラゴの、あの、名前は、ガリさん。ガリって名前なんですけど、ガリさんは、あの、ペットショップで、あの、になんだろう。引き取られてきた子で、こう、結構もう、出会った時、その、お店にいた時に、すでに拒食で、ガリガリに痩せてて、なんか、死んじゃうかも、みたいな。何も食べない。ゼリーしか食べないから死んじゃうかも、みたいな。で、その子を、あの、引き取って、あの、園長と団長で、わっせわっせってして、元気に、あの、ね、ちゃんとご飯食べれるようになって、それで、あの、ぷくぷくに、健康体になって、っていう子です。ガリガリのガリさん。うん、前にツイッターで、あの、に載っけたかもしれない。何度か。ガリさん。生姜ラゴ。その生姜。そっちの生姜。誰馬。気柱はね、あの、園長がいろいろ、あの、いっぱいいるよ。園長が飼ってるよ。なんかあれだね。その、今回の、昨日上げた動画、あれでは、あんまり爬虫類とかもね、爬虫類、両生類、あとは、寄虫とかは、紹介してないから、その辺はまたおいおい、紹介できたらいいね。うん。
あ、そう、ショーガラゴはブッシュベイビーです。うんうん、たる昔板橋で鍋食べれた。マジか、気になる。今日はもうね、言うことね、だいたい終わったから、あとね、ちょっと団長の全身みんなに見てもらって終わりかな。うん団長のね、このね、かわいい顔見てほしいな。よいしょ。これどうやったらいいんだっけ。えい。これの、これか？そうだよね。延長ファンの人は結構、爬虫類とか気になるよね。これどうやって動くか、あ、ここに、こうか。こうか、こうで、こうで、こうで。全身ってどんぐらい？あ、首切れた。これちっちゃい？よいしょ、よいしょ。こんなもん。団長の全身とりあえず見て、多分今後そんなに全身映ることないから。よいしょ。このね、団長はスパッツ勢なんですよ園長会ね、園長もね、配信出てくれるといいね。ちゃんと次回に期待だねかわいいでしょ、このスパッツ。よいしょ、よいしょ。なんか若干後ろに動くようにしたから、ふにゃふにゃする。よいしょ。あのね、どうしようかな。よいしょ。お、お。下から、なんか、舐めるように動かしてみよう。なんか、あれ映ってる気がする、カーソルが。カーソルが映っている。カーソルが映ってる。まあいいや。よいしょ。ここにしちゃう。お、あのね、団長はね、足は出してくよ。足は出してなんぼよ。よいしょ。でね、団長の顔の特徴的な部分って言ったら、やっぱりこの歯かな。あ、はい。ギザワです。団長は、サメが好きなので、サメを意識して、サメっぽい歯にしました。はい。あらら。ああ。かわいいっしょ？ふふ。うん、うん。うん、噛んだら痛いよ。噛んだら、プツプツプツって穴が開くよ。ピアスもいっぱいついておりますな。あ、団長はなんか元気がなくなるとピアスを開ける癖があります。最近は割と元気なのであんまりピアスが増えません。圧倒的捕食者、いいね。団長は圧倒的捕食者になりたい。これでね、あらら、お肉とかも骨とかも
ガリガリいけるよ。あらら。いいよ。このね、さっき言った表情もいくつかね、待って。あってだね。よいしょ。あー、えい。これがね、何目っていうの、これヤンデレ、ヤンデレ目。これでじっと見つめたら怖いかなと思ってこれとね、このびっくり目の相性いいんだ。ね、いいしょ？闇顔。ハイライトなしの目は捕食者感が増していいでしょ？これと、よいしょ。あ、間違えた。間違えた。間違えた。これもある。じとめ。この顔さ、団長のお気に入りなんだけどさ。いいでしょ。やる気のない顔にも見える。鶏聞こえた？鶏がコケコッコしてる。これがね、もし歌枠とかをやった暁には、感想ですっごい、シリアスなさ、なんか、歌とかを歌ってたとしても、コケコッコーって、愛の手が入るんだよ。まあ、愛しい愛しい、団長の、鶏さんたち。鶏とね、何ね、トサコジドリっていう、ちっちゃくて、なんか、茶色いやつと、あと、ウコケがいますよ。うん。ここ結構。あ、そうそう。トサコジドリっていう茶色いやつは、団長が、ベトナムとかタイとかで食べられてる、有精卵をギリギリまで成長させて、中がほとんどひよこになってるやつを茹でて食べるっていう料理を、食べたくて、そのために作ってたら、なんか、母性が湧いちゃって、食べるのをためらってたら、帰っちゃった子たちです。慌てて、他のは茹でました。まあ確かに他の配信にはない。ね。他の配信ではできない鶏の声が入る歌枠。あ、また、スマホ死んだ。スマホが死んだ。これは、あれだね。次までに対処法を考えとかないとな。後ろに、保冷剤とか置いときゃいいのかな。死んだ。よいしょ。死んだ。死。
死んじゃった。ああ、早く生き返って。うん、クジラか動物園の話はそんな感じかな。はあはあはあ。あ、そうだ。今表情紹介ができないから、あれを言っとこうかな。このね、団長の、マシュマロがあるので、そこに、こう、いろいろ、やってほしいこととか、今後ね、クジラかは、動物園でやってほしいこととか、そういうのを送っておいてほしいなって。あと、マシュマロで、なんだろう、今日、配信見てくれて、なんか、気になったこととか質問とかもあったら、マシュマロ食べる配信？マシュマロ食べ配信もしたいから、そういうのも込みで、よいしょ。拾ってほしいから、これを、これどうやって固定すんの？これかな？大丈夫でした。よいしょ。あ、復活したよ。そんなことしてたら。ちょっと待ってね。これあれかもしんないな。USB で接続してるから熱くなりやすいのかもしれんな。よいしょ。USB じゃない方がいいのかもしれない。えい。あ、混ざってきた。うん。そうね。よいしょ。よいしょ。マシュマロ投げてくれますか？ありがとう。マシュマロ食べ配信は近いところでやりたいなと思ってるので、うん、ぜひぜひお願いします。待ってます。あは。あ、ありがとう。このスマホ死ぬ問題についても助かる。うんうん。保冷剤は危ないのか。あれすればいいのかな。なんか冷たい金属みたいなとか。うんうん。分かった。ちょっとこれも対処法考えてみます。どこまで私顔を教えたっけ？あ、これ。団長の困り顔もある。おばあちゃんに、150。スマホは外付けのファンとかをつけると良い。なるほど。ふんふん。ふんふん。なるほどね。うん。困り顔かわいいでしょ。こんな感じなのよ。でね、どれだっけ？コマンドを忘れちゃった。あ、これだ。これと、これだ。見て。男女は、泣くこともできる。男女のスマホ死ぬ。団長のスマホすぐ死ぬ。かわいいでしょ？泣き顔。アッパーが作ってくれた。悲しいことがあったら使えます。謎の罪悪感。あ、なんだ、団長が
団長が血も涙もないわけないじゃないか。団長は、そんなことないよ。団長は心優しい飼育員だよ。本当に。すみませんね、皆さん。いろいろとグダグダな配信だけど、見に来てくれてありがとうね。ありがとう。団長はこれからもちょこちょこと原稿の締め切りがやばくならない程度に配信をするので、あとクジラ川動物園の動画も、人間じゃない、動物の仲間たちの動画もあげるので楽しみにしててください。うん、ありがとう。保健さん、はじめまして。もうすぐ配信が終わります。っていう泣き顔でした。これどうやったら終わる?これ泣くやつ。これはびっくりなやつ。どれだ?これと?これで?戻った。ああ。戻った。うん、ありがとうございます。泣きエンディングで。うん、店長はね、今日はあれでいいらしいので、また、近いうちにね、店長も、なんかで顔出してくれるかもしれないし、出してくれないかもしれない。あ、こう、キラキラ目もあるの。あー。よいしょ。あ。しいたけ。ああ。そう。まあ、そんな感じかな。今回のところは、1時間で終わらせようと思ってたのに長くなっちゃった。みんな、こんなぐだぐだ配信に来てくれてありがとうございます。しいたけって目のことか。ありがとうございました。またね、次は、まず、動物たちの動画あげるかな。みんなに投げてもらったマシュマロも見て、園長と一緒に見て、返事の枠とかも取ったりとかしたいと思うので、他にもやってほしいこと。改めてだけど、マシュマロやこの動画のコメント欄でも何でもいいので、いろんなところで要望を送ってもらえると嬉しいです。うん、ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、また近いうちにお会いできるかな。はい、園長にもよろしくって言っとく。うん、ありがとう。これどうやって配信終わらせるの？これで終われるのかな？おう。よいしょ。お疲れ様でした。じゃあ、またね。また次回。バイバイ。Hey.